この巣この度はご迷惑をおかけして誠に申し訳ありんせんでありんした。あなた方には非常に世話になったな。これはお礼の代わり、今宵の宴は私のおごりとさせてもらおう。ふん、おごって許してもらおうなんて姑息なアンデッドの考えそうなことね。すみません、シュワシュワあるだけ全部ください。そう言っときながらおごられるのかよ。ふん、まったく好意を受け取る態度とは思えんな。うっさいわね。というか、なんであんたまでいるのよ。もう悪魔臭くてかなわないわ。こうなったら飲んでやる。焼けよ焼け。おい、アクア、少しは遠慮するものだぞ。構わんよ。恩には恩を返すべきだと私は考える。好きに飲み食いしてくれ。さすがは尊きお方。我が主君の懐は海よりも深いのです。本当に申し訳ありんせん。元はといえば私のせいで。気にすることはありません。己の力を制御できなくなるというのは高魔族的には大変魅力的な設定です。フォローになってるのかそれ。メグミン殿の言う通りでござるよ。異世界に飛ばされるなど前例なきことゆえ、対応を誤るのも致し方なしでござる。あとは虹色ジャイアントトードを見つければ解決だな。今夜は心ゆくまで飲み明かそう。その通りですね。ということで、今日こそは私もシュワシュワを。すみません、こっちの爆裂娘にジュースお願いします。そんなずるいです。私もシュワシュワ飲みたいです。それだけでなく、カズマはアインズさんの服装まで真似て気持ちよくなって、私だって着てみたいのに。アインズさんたちの服装はコウマ族の金銭に触れます。そもそも最初に頼んだのは私だったじゃないですか。脱いでください、今すぐ。ちょ、やめろ、引っ張るな、破れる。お困りのようだな。ならば我が輩がちょちょいと見繕ってやろうか。え、作ってくれるのですか。ちょっとやめなさい、そんな悪魔に頼むなんて。どうしてもって言うなら私が作るから。本当ですか。ぜひに。お待たせしました、こちらご注文の飲み物になります。はいはい、みんな飲み物持ったか。それじゃあ改めて乾杯でござる。あら、変わった口当たりの飲み物ですわね。なんだか口の中がシュワシュワして。そういえばアルベドたちはまだ飲んだことがなかったな。この町の自慢の一品なんだ。なかなか美味しいだろ。確かにこれは美味でありんすね。どれどれ、それがしも飲んでみるでござるよ。アインズさんは飲まないのですか。私は飲食を必要としない。見ての通り骨だけなのでな。だがこの場を楽しむことはできるであろう。そうだな、お礼の場ではあるが、私も楽しませてもらう。なんだか喉の奥がカッカするでござる。なんだかいい気分でござるよ。ジャンガリアンハムスターも酔うのか。どこの世界も変なやつばっかで大変だな。不思議でござる、体がポカポカしてきて。森、大自然が呼んでいるでござる。ハムスケ、まさか酔ってる。そんなはず。まさか異世界の飲み物が魔獣の体に何らかの影響を。我は森の剣王、森に帰るでござる。
おい、ハムスケ、落ち着け。じっとしていられないでござる。これはこれは面白いことになってきたな。などと言っている場合ではない。どうする、追いかけるか。地下大墳墓内部のことならまだしも、未知の土地で放っておくわけには参りんせんでありんすね。ったく、ようやくシャルティアが帰ってきたと思ったら今度はハムスケかよ。我が部下がたびたび大変申し訳ない。気にするなって、こっちの世界に来たばっかで不慣れなことも多いだろうし。みんな追いかけるぞ。最高級シュワシュワ、おかわり。ダメだ、こいつは置いていこう。このスマ、あっという間に姿が見えなくなってしまった。なんという脚力だ。我が配下となる以前のハムスケは森の剣王と呼ばれ、南の大魔獣として君臨した存在だったからな。しかし見つかりんせんね。こんなに歩かされるとは聞いておりんせん。そろそろ胸元のそれを外さないと、群れて仕方がないのでは、シャルティア。あら、何かうなり声が聞こえたでありんすね。だけどあいにく私、大口ゴリラの喋る言葉はわかりんせんの。言わせておけば、この静かに、この足音。キャベ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 ニーニーニジーン。ここはそれがしの縄張りでござる。今すぐ立ち去るならよし、拒否するならば災いが降りかかるであろう。喋り方が違う、これはどういうことだ。まるで出会った時みたいで懐かしいな。でもこれ以上カズマたちに迷惑はかけられないか。ハムスケよ、かつてのようにアインズールゴーンがお前の目を覚ましてやろう。あ、かっこいい。でも負けませんよ。我が名はメグミン、ハムスケの目を覚ますもの。面白いでござる。やれるものならやってみるでござる。行け、我が眷属たちよ。キャベキャベニーニーニンジン。来る、迎え撃つぞ。ハムスケの目を覚まさせるんだ。このスマ、アインズ様のご活躍が記録されておりんす。このスマ、おいハムスケ、暴れるのはもうやめて正気に戻ってくれ。何を言うでござるか。それがし、今とっても気分がいいんでござる。森の支配者となる邪魔をしないでほしいでござる。ダメだ、あの暴れよう、これまでのハムスケではない。異世界の魔獣がシュワシュワを飲むとこのようになるとは、さすがの我が輩も見通せなかったぞ。ここは我が爆裂魔法を打ち込んで正気を取り戻し。待て、ハムスケごと吹き飛ばす気か。軽率に爆裂魔法を打つのはよせ。俺がそういうツッコミをしなくて済む日が来るなんて、常識人がいるって嬉しいね。そう言ってもらえるのはありがたいが、とにかくここは私に任せてもらおう。何をこそこそ話してるでござるか。それがしの縄張りに入ってきたからには容赦はしないでござるよ。ほう、威勢がいいな。だが絶望のオーラ。
よ。だが大丈夫なのか。白目を向いているようだが。問題ないわ。ほらハムスケ、起きなさい。ここはどこでござるか。確かシュワシュワを飲んで。まずはアインツ様に謝罪なさい。手下を従えての突然の謀反、万死に値しますわ。謀反？何の話でござるか。覚えていない。名帝、そんな風になるハムスケは初めて見ましたけど。あの時の様子から察するに、やっぱり原因はシュワシュワか。シュワシュワ、そうでござる。それがし、あれを飲んだら急に気が大きくなって。申し訳ないでござるよ殿。逆らった事実が消えることはありんせん。アインズ様、この獣の処分は私にお任せくんなまし。そう焦るな。今回は不慮の事故、無事にハムスケが正気に戻ったということで話は終わりだ。せっかくの宴をこれ以上中断のままにはしたくないしな。アインズ様。またしてもアインズ様はなんと慈悲深いのでしょう。カズマたちも協力感謝する。帰って続きをしよう。できればシュワシュワはなしでな。このスパですから、最初に爆裂魔法を打たせてくれればよかったのです。あれくらいの数の野菜なら一網打尽でした。打てなかったフラストレーションを今頃爆発させんなよ。結局なんとかなったんだし、よかっただろ。それだけではありません。私の服はどうなりましたか。アイズさんたちの服を着せてもらえる約束だったではないですか。それはアクアがあんな調子だからな。すか、何よ、私はメグミよ。あれだけシュワシュワ持ってきなさい。ルナ、シュワシュワだけでなく爆裂魔法も服装すらも我慢しなくてはならないのですか。ひどいです、あんまりです。カズマ、やっぱり今すぐその服を脱いでください。ちょ、やめ、引っ張らないで。いやあ、やれやれ、ここは我が輩が一肌脱ぐしかなさそうだな。いいのですか。頼むよバニル、このままじゃメグミも収まりがつかないし、アクアが寝てる間にちゃっちゃと頼む。もちの論である。我が輩としても異世界の悪魔に興味があるしな。衣装を通じて理解を深めるのも悪くない。お待ちなさい。何を企んでいるの。あなたはどうも信用ならないわ。これはこれは、我が輩は異世界からの客人の皆様と信仰を深めたいだけである。うん、お近づきの印にこれを一ついかがか。うん、不要でありんす。アインズ様がこのような人形を気に入るわけ。ほう、ただの人形ではないな。自立稼働する類のなかなかに珍しい魔道具と見える。ご名答、さすが不死者の王。これはあの貧乏店主の店でしか取り扱っていない貴重なアイテム。ここで手に取るが吉と出た。わざわざすまない、ありがたく受け取っておこう。すごい、ユグドラシルでは見たことないレアアイテムだ。こんなのが手に入るなんて、異世界に来てみるもんだな。人形に心を踊らせるアインツ様も素敵。バニル、それよりも私の服は。なあ、用意するからしばし待て。見るからにそこのドレス姿の娘と同じものでいいか。はい、ぜひともよろしくお願いします。魔道具店にはもっと貴重なレアアイテムがありそうだな。改めて一度ゆっくり見せてほしいのだが。
喜んで。早速店の方にでも。はあ、もうそんなのいいですから、早く私の衣装を。このスマッ